ら渋谷駅ハチ公前の広場です。今日は後藤健二さんと湯川花子さんの追悼セレモニーのイベントが、今日5時から行われるということで、皆さん集まっています。こちらに来られたのは、というきっかけで、心から本当に追悼の気持ちで来ました。それだけです。あとそれプラス、まあ、今この場でそれを言うことが的確かどうかは分からないんですが、まあ、安倍晋三政権に対しての怒りの意味を込めて両方です。憎しみの連鎖みたいなのが続いちゃってると思うんですけど、 それもね、本当の僕個人もそうなんですけど、そこでその、まあ、政治に対しても政権に対してもそうなんだけど、そこで憎しみを持ってまたそこに憎悪を持っていくっていうのは、結局、まあ、後藤さんとか湯川さんが望んだことではないだろうという葛藤もありますよね。どういうふうに変えていったらいいとかってなんか思われますか？分かりません。深すぎて分かりません。テロに対しても結局、まあ、アメリカ主導で民主国が集まってそのテロリストに対して空爆をしてますが、じゃあ仮にテロリストを形だけ殲滅して、ポッパミズにしたところで、じゃあテロはなくならなかったかといったら、そんなことは絶対ないわけで、なんでじゃあテロリストが出てくるのかっていう根本のところをやっぱりね、消していかないことには、ただ空爆してテロリストを殺していったところでも何も変わらない、そういうことだと思います。じゃあどうしたらいいのっていうところは、もう深すぎて、それはもう何から手をつけてみるか。参加された理由を教えていただけますか？世論調査がどれぐらい正しいかわからないけれど、ネットの中でもそういうなんかもう殺されて当たり前だみたいなことが横行すると、日本人のあまりにもその浅ましい冷たさ、それに対して悲しみですね。これからですね、日本はどのような対応を取っていけば良いとお考えでしょうか？の支援とか教育とかインフラの整備とか、そういうところにきちんとお金を使うんだったら文句はないし、まあ、そうやってゆっくりとやっていかなければ、まあ、世界はどちらかの方針で、そのような世界を作るには、ご自身としてはどのようなことをしていきたいと考えていらっしゃいますか？ちょこちょことなけなしに寄付をするぐらいしか具体的な行動できないのが歯がゆいんですけれど、でも、まあ、黙ってはいられないということで、物は言い続けると。こういう集まる人があるの、最近亡くなる人がいるから、あ、そうか、それ別に一人じゃないけど、なんか、戦争からやった時にデモしたりはしてる。こちらに来られたのはどういった理由で来られたんですか？やっぱりなんか後出しで出てくる情報があまりにもちゃんと対応してないように思えて、なんだろう、自己責任って言ってるけど、結局集団的自衛権をやるためのなんか口実にしてるような感じもしたんですよ。もちろんすごい悲しくて、それをね、どうも自分の中では消化できないので集会に参加しようと思います。ちょっと今憎しみの連鎖みたいなのが続いてますけど、そうですね、すごいしんどいですね。だからこれからどうなっていったらいいなと思われますか？もうね、なんかまず安倍を辞めさせてほしいです。そこが全てのなんかなんてスタート地点になってるような感じがするんで、子供2人いるんで、男の子が、すごい将来が怖いです。毎日怖いです。今日はこちらの集会に、どうして参加されたんでしょうか？こういう結果になってしまったんで、できることっていうか、こういうところに足を運ぶことで少しでもなんか
思いを込めてたら、個人的な行動としてこういうふうなことをこれからじゃしていきたいなっていうことはありますか？いろいろするとか学ぶっていうことをしていきたいと思います。どういう思いで私らにいらしたんでしょうか？私は今回の誠さんと湯川さんとしてヨルダンのパイロットの人質殺害の、事件と、も含めてそのイスラム国の行いに対して、まあ、その占領下にあるイラクですとかシリアですとか、そういった人々が置かれている境遇に対して本当に悲しく思っていますし、まあ、この問題は到底武力では解決できないと思いまして、でちょっとその思いをどうやってなんか伝えられるかっていうのを考えていたときに、今回こういう集まりがあるということを知ったので、参加しようと決めました。これからの日本、あるいはフィリピン、どこにしていったらいいかを、こう一人ずつ教えていただけますか？まず日本としては、やはりその、まあ、武力に進む道ではなくて、その、まあ、世界の中でその軍隊を持たない国は本当に数少ないと思うんですけれども、そういった国の一つとして、そういう武力に頼らない、まあ、平和的な施策を続けていくべきだと思います。私にとっては戦争は答えじゃありません。なんか多分今一番大事なことは、日本でもフィリピンでもどちらの国でも自分の、国民の安全は一番大事です。でも戦争とか復讐とか、まあそれは難しいです。復讐を続けてしまうと、もう悪い、まあ、悪循環が生まれてしまう、同じことの繰り返しになると彼女は言っています。